道場で記念撮影するホイスホイスグレーシーはブラジルの男性柔術家総合格闘家リオデジャネイロ州出身アメリカ合衆国カリフォルニア州在住グレーシー生まれた所属ブラジリアン柔術7段を取得 UFC1UFC2UFC4 王者 UFC 殿堂入り UFC で一回りも二回りも体格の大きな 男たちを柔術を使って次々と倒すホイスの姿に衝撃を受け総合格闘技やブラジリアン柔術を始めた格闘家は数多く、また格闘技に柔術を持ち込み変革をもたらした功績は計り知れないほど大きいことから総合格闘技の歴史で最も影響を与えた人物の一人とされている。エリオ・グレイシーのムツであり、三男・ヒクソン・グレイシーの腹違いの弟にあたる。 幼い頃からブラジリアン柔術を学び、18歳でエリオ・グレイシーから黒帯を授与された。黒帯授与後は、ヒクソンやホリオンが住むアメリカが死中国に移住した。1993年11月12日、UFC 第1回大会の UFC1 に出場。1回戦でアート・ジマーソン、準決勝でケンシャムロック、決勝でジェラルド・ゴルドーにべて一本勝ちし、 トーナメント優勝を果たした。1994年3月11日、UFC2 に出場。1回戦で、市原海樹、2回戦で、ジェイソン・デルーシア、準決勝で、レム・コ・パ・ドゥールに、すべて一本勝ちし、決勝は、パトリック・スミスに、パウンドでギップアップ勝ちをして、トーナメント優勝を果たした。1994年9月9日、UFC3 に出場。 一回戦で肝にアームロックで一本勝ちするも、試合のダメージで準決勝を棄権した。1994年12月16日、UFC4 に出場。一回戦でロンバンクリフ、準決勝でキース・ハックニー、決勝でダンス・バーンにすべて一本勝ちし、トーナメント優勝を果たした。1995年4月7日、UFC5 の スーパーファイト王座決定戦で、シ者ムロックと再戦し、時間切れで、引き分け王座獲得はならなかった。1999年12月、オスカーファイブラジリアン柔術大会で、バリッチ・イズマユーと対戦し、送り入り締めで失神させられ一本負け。2000年1月30日、プライド初参戦となった、プライドグランプリ2000開幕戦の1回戦で、 高田信彦と対戦し、判定勝ち。5月1日、プライドグランプリー2000決勝戦の2回戦で、桜葉和志と対戦。1R15 分の無制限ラウンドというルールの中、6R 終了時点で、セコンドからのタオル投入で TKO 負け。2002年8月28日、ダイナマイトで吉田秀彦とジャケットマッチ特別ルールで対戦。 袖者締めを極めた吉田が、ホイスが落ちたとアピールしたためレフェリーストップ負け。ルール上では、レフェリーストップなしとなっていたため、グレーシー陣営は、袖者締めは極まっていなかったため落ちていないと主張し、抗議したが、最低は覆らなかった。2003年11月21日、UFC45 で、シ車ムロックと共に UFC 電動入りが発表され、 透明なオクタゴン型の盾が授与された。同時に UFC 公式サイトで投票された UFC 歴代人気ファイターベスト10が発表され、ランディクートゥア、シャムロックに次ぐ3位となった。2003年12月31日、プライドスペシャル男祭り2003で吉田秀彦と再戦道義の着用は任意であったが、ホイスは上半身の道義を脱いで試合を行い、 寝技で攻め続け圧倒したが、判定なしの試合だったため引き分けた。2004年3月、サンマのスーパーからクリティ B の企画で、ボビー・オーロゴンとスパーリングマッチで対戦し、ニアールに流血したものの腕ひしぎ十字固めで一本、勝ち。2004年12月31日、K1 プレミアム2004ダイナマイトでアケボノと対戦し、リストロックで一本勝ちを収めた。 2005年12月31日、K1 プレミアム2005ダイナマイトでところひでおと対戦し、引き分けた。当初は、秋山義弘と対戦する予定だったが、秋山の負傷欠場で対戦相手が変更された。2006年5月27日、約11年ぶりの UFC 参戦となった UFC60 で、UFC 世界ウェルター級王者マットヒューズと175ポンドの、 キャッチュウェイトで対戦し、1アールにバックマウントからのパウンドで TKO 負けを喫した。2007年6月2日、ダイナマイト USA で桜場和史と7年ぶりの再戦。手数の多さを評価され3から0の判定勝ちを収めたが、試合終了後に筋肉増強剤アナボリックステイロイドの一種、ナンドロロンの陽性反応が検出され、カリフォルニア州。 アスレチックコミッションから2500ドルの罰金と1年間の出場停止処分が課せられた。ホイスは違法な薬物を使用したことはないと疑惑を否定した。2008年2月2日から2月11日にかけて全国4都市で開催されたグレーシー充実のジャパンセミナーツアーロイス・グレーシー S コンバットキャンプ08で来日した。ありがとうございます。